はい、どうもトラキチの無課金ハオロードオリックス純正編です。今日でログインが1494日目ですね。はい、現在2024年1月10日の、15時11分なんですけども、今回ですね、このオリックス純正編ね、約28ヶ月目ということで、まあ、毎月ねオーダーの方紹介してるんですけども、まあ、今回も、オーダーの方ね、オリックス純正オーダーの方紹介したいなと思います。はい、まずはですね、まあ、ずっとね無課金でやってますんで、エナジーの内訳の方をねご覧いただきたいなと思います。ここですね。はい、合計所持が4538、優勝0、無勝4538ということで、まあ、ずっとね、無課金でやらせてもらってるんですけどね、結構ね、まあ、溜まってきました。もうそうですね、こんなにね溜まると思わなかったんですけども、まあそうですね、ガチャしてでも取りに行く選手が累計できたりとかね、そのあたりちょっとラッキーな部分はありまして、まあ、結構溜まってきたかなと思います。まあ、今後まだねいろいろ、取りたい選手とか見ますんでね、これ駆使して取りに行きたいなとは思ってます。はい、そういう感じですね。結構溜まってきました。はい、それではねオーダーの方紹介するんですけども、今週は覇王ですね。で、まあ、今水曜日なんですけども、一応異次元にいますね。はい、結構いい感じかなと思います。はい、で、まあ、直近4週なんですけども、こういう感じですね。はい、リーグランク9、覇王9、覇王ということで、まあここもだいぶですけどね、何ヶ月も覇王維持多分してないと思うんですけども、今週まあちょっとチャンスあるのかなっていう感じですけど、まあ まだ分かりませんけどね、水曜日ですんでね、まあまた落ちる可能性も十分にありますけども、まあ新たに入れた選手もいますんでね、まあその辺でちょっと検討してくれてるのかなっていう感じですね。はい、そういう感じです。はい、それではね、完全無課金オリックス純正28ヶ月目のオーダーですね、27ヶ月から、まあ、約1ヶ月経って、どういった感じになったかというのをねご紹介したいなと思います。こんな感じです。はい、チームスピリッツが103673ということで、前回27ヶ月目の時は103288やったんで、まあ385ですかね、385上がったっていう感じですね。はい、まあそんなに上がってないんですけどね、まあ一応新しく入った選手まあいるんですけども、まずはこのレフトローズさんですね。はい、ネットスタジアムですかね、それの累計でね見事に来てくれまして、まあめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、ローズさんはねもう福袋回して、それでも出なければセレクトミキサーやってね、もうエナジー使いまくって取りに行こうかなと思ってたんですけども、まあそれが累計で来てくれましたんでね、その分まあエナジーも浮いたんでね、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、まあ非常に強い選手ですんでね、まあ本当欲しかったんでね、まあ、累計で来てくれて非常に嬉しかったですね。はい、まあ、ミート81パワー87、一応もう特殊の方もね、つけまして、まあそうですね、はい、レフト守ってもらってます。はい、でまあレフトやった T 岡田選手をまあファーストに回したっていう感じなんですけどね。はい、それでまあブーマーが入れ替えたんですけどね。はい、であとそうですね、ショートの紅林選手も、新しく入りました。ミキサーですね、ミキサーで取りました。はい、まあ一応ね、称号をつけてパワー総力同値なんですよね。はい、パワー総力同値にはなってます。はい、一応まあでもね、オール同値もね狙える選手なんで、今後また狙いたいなと思うんですけどね。はい、まあ一応パワー総力同値になりましたんでね、これはもうとりあえずこのままでいこうかなと思ってます。はい、一応総力型もね、僕のオリックス純正の場合ちょっとコンボ出ますんで、これはまあ良かったかなと思いますね。はい、そういう感じです。はい、野手で変わったのはこの2名ですね。はい、で、まあ、打順の方なんですけども、一応ねジグザグ組んでます。はい、1番、スピリッツ解放した吉田選手ですね。はい、2番中丸のりさんで、3番ローズ選手で、4番が杉本選手、5番 T 岡田選手、6番中川選手、7番森選手、8番紅林選手、9番福田選手で、ベンチが、田口さん、足立選手、小田選手、宗選手といった感じで、まあ、こうやって見てもらっても分かる通りね、このやっぱ宗選手がねまだ4100台のところなんですけども、一応スパークのね、コンボがありますんで、星さんのコンボね入れるだけでつくコンボあるんですけども、それがあるんでね、まあ、なかなか外せないところもあるんですけども、まあミパ AA の同地のブーマーさん外してでも宗さん残してるっていう感じなんですけどね、宗選手残してるんですけどね、まあいずれね、まあ言うても4100台の選手なんでね、
ちょっと変えていかんとなかなかスピリット上がらないんでね、ここはまたちょっと今後ね、新たに飛び出す選手でね変えていきたいなとは思ってますね。はい、あとはそうですね、はい、野手の方はこういう感じですね。はいはい、それではね投手の方ですけども、投手の方はね実は27ヶ月目から、全く変わってなくてですね、はい、まあ一応そうですね、ランキング走って赤堀さん取りに行ったりとか、もうこれはもう前回の27ヶ月の時もね、オーダー入ってたんですけどね、まあこういう感じで、ちょっと強化していってるかなっていう感じですね。はい、こちらもまあ一覧の方でご覧いただきます。はい、ここですね。はい、先発位置で山下選手で宮城選手、山本選手、山岡選手で田島選手で本田選手、近藤選手、宇田川選手、阿部選手で赤堀さん、ベンチが外見選手ということで、まあここはそうですね、投手陣の方はやっぱり4200のねこの宇田川選手、まあこのあれですね、侍のね宇田川選手なんですけども、結構長いこともオーダー入ってるんですけども、まあ、ここと外見選手、ここを変えれるようにね、まあ、今後はミキサーなりガチャなり、OB なりでねその辺あたりでちょっと取りに行ければなと思ってます。はい、まあそうですね、この辺り4400に変えていって、まあ、後のね純正最強決定戦に向けて、まあ、強化していきたいなというところですね。はい、まあ、そういう感じですね。そうですね、宇田川選手と曽谷選手ですね。はい、で最大コンボ上昇量ですけども、11133ということで、ここ若干12ぐらい上がってます。はい、ちょっとだけ上がりましたね、27ヶ月目よりね。はい、上がりました。はい、能力チャートはこういう感じですね。はい、あ、こうですね。はい、で発動コンボの方なんですけども、こうですね、極みバファローズ魂出てまして、で超変幻自在で超力戦奮闘、こうですね。はい、で類いまれなる才能の団結、特殊能力レベル360以上ですね。はい、この辺りが出てますね。はい、でまあオートグラフアニバーサリーですね。で先ほど言いました宗選手のスパークね、まあ、これがあるんでね、まあ新たな、そうですね、4400とかの選手が来るまではね、ベンチにいてもらっているという感じなんですけども、はい、で大胆不敵、まあ、この辺りもねちょっとね、疾風陣大、この辺りもまあ特に大胆不敵はねちょっと出したいなと思ってます。あと2人でね超大胆不敵になりますんでね、その辺りちょっと、また考えてねオーダー組んでいきたいなと思ってますね。はい、であとはそうですね、まあ、ジグザグも出てます。はい、こういう感じですね。はい、はい、こういう感じです。はい、まあこれがね、完全無課金オリックス純正28ヶ月目のオーダーなんですけどもね、まあそうですね、このローズさん飛びたんが、そうですね、この1ヶ月間では非常に一番嬉しかったかなと思いますけどもね、まあ今後また、まあ、ベストナインタイトルホルダーとかもありますしね、 OB もありますし、そのあたりまあ純正の最強決定戦に向けてね、もっともっと強化していかないとね、なかなか太刀打ちできないと思いますんで、まあ純正最強決定戦を楽しめるようなね、オーダーにして挑みたいなと思ってますんでね、まあエナジーの方がね、4500超えてますんでね、ここをまあちょっと武器にしてね、できるだけそうですね、オーダーで欲しい選手ね取っていければなと思ってますね。はい、まあはい、そうですね、まあ今回こんな感じなんですけども、28ヶ月目の、無課金オリックス純正オーダーご紹介させていただきましたけどもね、まあ、ここまだまだ、強化する部分ありますんでね、頑張ってそうですねやっていきたいなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロードオリックス純正編でした。